そろそろ始めさせていただきます。新宿駅西口地下広場ご通行中の皆様、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。今日は少し涼しくなって過ごしやすい一日でした。ただ台風がまた発生したようですね。ちょっと気をつけてこれからまた見ていかなければいけないというふうに思います。今日はお忙しい中、またお仕事の後でお疲れの方、いろんな方がこの新宿駅の西口地下広場に、集まってくださいました。私は社会民主党東京都連合女性局長の五十嵐靖子と申します。よろしくお願いいたします。この国葬について、今本当にたくさんの方がおかしいじゃないか、反対だ、もうそういう声が今多くなっています。でもそれでも一番最初に聞く耳を持つと言った岸田総理は全然私たちの声を聞こうとしません。そしてやはりこれが強行された先には何があるのかと考えた時に、私はやっぱり怖いと思いました。そして普段あまりこういう政治の関係のお話をなさっていない女性の方たちも、今回本当におかしいおかしいとあっちこっちでもうお話ししてるんです。だからこそ女性局として女性の皆さんに、普段あんまりマイクを持たない、こういう話はしないという方にこそ声を上げてほしいなというふうに思いました。それで今日は皆様に呼びかけさせていただきました。それに応えてこのようにたくさんの方がお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。社会民主党の東京都連合の女性局ではありますが、今日は社民党に限らず、この国葬について国葬についておかしいという方はもう女性絶対していこうということで、皆様今日はぜひマイクをお持ちください。そして女性局なんですが、やっぱりこれ女性だけとか言うんじゃなくって、男性の方にもいろいろサポートしていただけたらよかったなと思って書いたところ、たくさんの方が、男性の方もお集まりくださいました。本当にもう思いを一つにして、いろんな方がこの時間を過ごすことができたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に社会民主党党首の福島瑞穂党首にお話をしてもらおうと思います。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。私たちは社民党の東京都連合女性局、そしてやっぱり反対だっていうたくさんの市民の皆さんと、今日はこの新宿西口地下で大いにアピールしたいと思います。国葬国がやるって勝手に決めています。でも皆さん閣議決定で何度も決められると思ったら大間違い。まず法律の根拠がありません。閣議決定だけで何でも決めるならどうですか。国葬令は1947年に廃止になりました。日本国憲法が施行されると同時に廃止になりました。戦前まさに東郷平八郎さん、山本五十六さん、そういう軍人の方たちを国葬にして国威発揚してきたという話もあります。どうですか。1947年に廃止になっています。国民を喪に服すとなってるんですよ。国民が喪に服さないといけないんですよ。この国葬令は1947年廃止になりました。思想良心の自由、そして法の下の平等に反する、だからなくなったんだと思います。戦後吉田茂さんただ一人国葬になりました。亡くなって11日目にもう国葬やっちゃったんですね。でもその時にごめんなさい、たくさんの議論が起きました。国会でも根拠あるのか、税金使って問題あるんじゃないか、テレビやラジオが
国葬一色になって問題じゃないか、たくさんの議論が起きました。その通りではないでしょうか。そしてその次、佐藤栄作さんの時には法的根拠がないという理由でまさに断念してるんですよ。閣議決定だけで決められない。皆さん、閣議決定でせいぜい決められるのは内閣葬だけなんです。立法部、国会、司法権には及んでいません。全く国会に相談もありません。だからおかしいんです。佐藤栄作さんの時は法的根拠がない、閣議決定だけで他の意見に及ばない、内閣法制局、そういう理由で国葬になりませんでした。それが正しいんじゃないですか。政府は今強制はしないと言っているけれども、
府省庁はこれから検討など言っています。でも皆さん、安倍さんの家族葬の特にいろんな教育委員会などがまさに長期を示せ短期を示せと言ったじゃないですか。中曽根さんが亡くなった時国葬ではなかった。でもその時ですら文部科学省は独立行政法人国立大学に対して長期を示せと通知を出したじゃないですか。これが問題です。実際は学校で役所で会社で様々なところで実際は黙祷や弔意が強制されてしまうんじゃないですか。そんなのおかしいです。だから思想良心の自由に反する国葬をやっちゃいけない、そう思いますが、皆さんどうですか。まだ1ヶ月今日はみんなの声を上げて国葬の閣議決定撤回を、まさにやっていきましょう。今日合同ヒアリング、野党合同ヒアリングをやりました。280ほどの外国には通知、大使館とかには出していると。でも国内はまだ出してないんですね。だったら撤回できるじゃないですか。権利系大学の時近寄るなとみんなに言われて、そんな扱いでした。大学警戒してますよね。でも驚くことに永田町政治のど真ん中にいるってどういうことですか。おかしいですよ、おかしいですよ。いかに日本の政治がおかしいかということです。今国葬をやったら統一教会の人たちが今言って広告塔と使ってきたことをまさに正当化していく、そういう形になるんじゃないですか。それはおかしい、そう思っています。みんなで声を上げて、一人一人が声を上げて国葬決定を撤回していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、もう実は私がここに、5時ちょっと前に着いたんですが、5時になったらもうすぐに来てくださってきた野田さん、いいですかね。よろしくお願いします。野田さんもお顔出して大丈夫ですね。はい、はい、皆さんこんばんは。顔出して平気です。統一教会のメンバーでも何でもありません。私は浦和でも埼玉の物申す女性たちというふうに、浦和でもの中でも今回のこの国葬はおかしいという方たちとスタンディングをもう今月は2回もしています。よく皆さん考えてください。安倍晋三内閣総理大臣、何をしましたか。第1次安倍政権の時、教育基本法にあの汚い手を突っ込んだ。職を変えた。第1次安倍政権から数字だけをいじって、実体経済はどんどん押し迫っていく。ちょうどこの9月になって夏休みが明けると、夏休み中昼食が食べられなかった子どもたちがやって戻って学校に来るんです。学校が増えてるんです。子どもが死ぬんです。そんな政治をしたのが安倍晋三です。なぜこんな男に、なぜこんな男に国葬しなきゃいけないんですか。彼は内閣総理大臣というのは万能の患者と思ってたんでしょう。皆さん覚えてますか。国会で、私は内閣総理大臣です。内閣総理大臣は嘘をつきません。嘘をつきませんというそこから真っ赤な嘘をどれだけ吐きましたか。あの男になぜ頭を垂れなきゃいけないんですか。私たちがこの国葬に反対している時に、まるであたかも世界を知ったような知ったかぶりの野郎どもが外交に
にプラスになる。どこの外交ですか。外交を壊したのはドナルドとアヒルのように呼んだ安倍晋三、ウラジミール、ウラジミール、ウラジミールと声をかけて何億円プーチンにつぎ込みました。外交というのは、さっきマイクを握ってくれた福島みずほさん、彼女はホワイトハウスの公文書館に名前が残ってます。どういうことかというと、民主党政権の時にあの沖縄の基地を立ち上げなきゃならない時に、福島みずほさんは県民国民と約束したからそれはできないと言って大臣の椅子を蹴ったんです。アメリカにしたら思うようにならない、ノーと言った日本のマダム福島みずほ残ってるんです。これが外交なんです。私たちの国がミャンマーに招待状を出すということが人権を無視しているということを世界に明白にしました。アフガニスタンが陥落したときに自衛隊の飛行機が行ってもほんの中枢にしか乗せて帰ってこない。これが外国とは言えないんです。この後アメリカの要人が来るとき横田基地から入ります。横田基地は米軍なんです。米国の中なんです。横田基地から六本木の今米軍のスタートストライクという通信車のあるところにヘリコプターで来る。そしてアメリカは横田基地にジャンボジェットを飛ばして大統領が乗るビーストという野獣というすっごい車で入ってくるんです。これが外国と言えますか。どこの国の人が安倍元総理を尊敬してますか。公的な場所で相手の国の最高責任者をファーストテープで呼ぶということは恥ずかしなんです。外務省もなぜそうしたか。私は少なくとも海外で仕事をしてきました。こんなことは全くありません。どれだけ馬鹿にされているのか。そんな馬鹿にされる原因を作った安倍内閣総理大臣、元内閣総理大臣、これがなんでこんなに長く続いたかというのが統一教会の後ろ盾があったということがよく分かりました。でも考えてください。安倍晋三元総理は韓半島にどれだけ冷たい仕打ちをしましたか。ところが今現れてくるのは、もう韓国のために日本は差し出す、日本の金を統一教会に入れる、世界の言語は韓国語にしなければいけない、ね、そんなバカなことを言っている統一教会にひれ伏している。現在大臣である山際なんちゃらという元獣医師は1年前の書類は全て捨てている。1年前のことが分からないやつに国会議員が務まりますか。昨日は二階のじいさんが自民党はびくともしない、今回びくともさせてやるよ、みんな頑張りましょう、国葬は反対。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。ですね、実はちょっと私の事務所のものがありまして時間がないというので早くちょっと話してもらいますのでちょっとお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。私は五十嵐靖子さんの事務所で働いている事務員です。今日事務所に来た方のお孫さんが安倍晋三さんは神殿に残りますかっておじいさんに聞いたらしいんです。もうそれを言われたおじいさんは困った表情でさあどうだろうねって答えたそうですけれど、皆さん考えてみてください。安倍晋三は神殿に残るでしょうか。悪い方の神殿には残るでしょうね。たくさん
の国葬を私たちの税金を使ってやろうとしております2億5000万それは表向きだけであってその裏ではもっとかかるそうです。2億5000万もあったら今困ってる方がどれだけ助かるでしょうか。そのお金を国民に渡して安倍さんの国葬は自民党の中でそれぞれお金を出し合ってやればいいと思います。そういうふうな国民の方に顔を向けた政治をしてもらいたいと思います。今参戦している自民党や自民党関係の方は本当にそれでいいのかもう一度よく考えて今回のことを考えていただきたいと思います。私は国葬は絶対反対です。反対ランキングの第3位は、やっぱり統一教会の問題で
です。で、統一教会と年頃だった安倍さんを国葬するということで、統一教会がそれをまた宣伝に使うわけでしょ。それで新たにその、騙されてしまう被害者が出るという、そういう点でも大反対です。4番目何だったか忘れちゃいましたけども、なんだっけな、ちょっと多分話終わってから、あれだった、言えばよかったってなると思うんですけども、あ、そうそう、で、やっぱり1位にこだわりますが、憲法違反なんです。で、何が恐ろしいって、普通はそれ憲法違反だから、国葬なんてできませんよって言われたら、そうでしたね、あごめんごめんって引き下がるのが普通だと思うんですけど、それをご利用してくるところが怖いんですよ。それは何かって言ったら、憲法なんて踏みにじっても全然平気っていう態度を我々に示してるところでしょ、今。で、自民党と自民党フィーチャリング統一教会、フィーチャリング日本会議の皆さんは、人権とか平和っていう言葉がお嫌いで、世界平和なんとかが出てることをおっしゃってますけども、本当は嫌いなんですよね。人権が あるのが気に入らないわけでしょ。それでなんとかなくなしたいと思ってるから、統一教会の人たちの考える憲法、勝共連合の人たちが考える憲法とか見ると、人権ないパターンになってるじゃないですか。なので、そうやって弾圧に、我々の人権をなくなして、じゃあどうしたいのかといったら、統一教会が信者さんたちにしているような、人権をなくなす、で財産を収奪するということを国連さんにやろうとしてるんだねっていうことが私にははっきり見えてきているので、なおさらこれを反対しなければならないなと思っています。だから、なんか宗教っていうか過去の場合は入った人が収奪されちゃう、それだって社会問題ですけども、私たちなんかじゃあこの過去に入れますって言ってないのに、その勝手に会員にされちゃうんです、信者にされちゃうんですよ。それは憲法改正と方はちょっとおっしゃってましたけども、それでやろうとしているので、この国葬に反対の声をものすごく可視化することで、憲法を変えたいチームが好き放題さあ変えよう変えようみたいな風にどんどん邁進できない状態を私は作っていきたいと思っています。だからそのために今国葬反対という声をものすごく可視化することが大事だと思っています。あさってね、水曜日、6時からでしたっけ、国会専門前で国葬反対のアクションがありますので、これは私は満タンで集まりたいと思って、1億2000万人ぐらい来るといいなと思ってるんですけども、はい、皆さんもまた明後日お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。目が合ったんですけど、日曜さん、あれちょっと目が合ったったらもう近いからちょっと呼んじゃうんですけど、いいですか。はい、はい、こんばんは。埼玉県から来ました西尾と申します。よろしくお願いします。西尾綾子と申します。顔出しは OK です。皆さんのお話聞いてたから自分考えてきたんですけど、いろいろ頭の中が真っ白になってちょっとうまく喋れるか自信ないんですけれども、9月27日に多くの国民の反対を押し切って、岸田首相は安倍元首相の国葬を強行しようとしています。皆さんおっしゃってるように、これは多くの学者さんたちが法的根拠がないと指摘しています。にもかかわらず強行しようとしています。国葬によって安倍元首相を偉大な政治家として国を挙げて葬送する、これによって安倍元首相が行ってきた数々の悪行、国会での非弁答弁、虚偽答弁、それから数に頼んでのろくな国会審議を経ないまま強行採決して成立させた特定秘密保護法や戦争法や、それから共謀罪といった偉大の悪法の成立、それから何といっても森かけ桜、まだまだ数々の悪行をやってきた安倍さんですけれども、国葬によってその安倍さんの生前の数々の悪行に蓋をして批判を封じ、そしてなおかつ
か。私はそんなことはできません。私はいつまでも根深く恨みを抱えているので、あんな人に負けるわけにいかないです。こんな人に負けるわけにいかないです。あれは私に向けられた言葉だと今でも思っています。安倍さんがやってきたこと、たとえ亡くなっても忘れることはできません。しかしながら岸田首相は国葬を強行しようとしている。岸田首相は安倍さんが亡くなった時に民主主義を守り抜くとしきりに言っていました。しかし今の日本の国葬は大日本帝国憲法下で行われ、そしてその延長とも言えるものです。全く民主主義、政治とは真逆、相入れないものです。それを強行しようとしている、はなはだ疑問です。なおかつ岸田首相は2021年去年の秋の自民党総裁選にあたり、聞く力を必死にアピールしていました。てっきり私たち国民の声を聞く力、そのことを言ってるんだと思いました。しかし今の岸田さんは私たち国民の国葬反対の声には全く耳を貸さず、国葬を強行しようとしています。岸田さんは言います。弔意を国民に強制することはしないと。本当でしょうか。さっきもいろんな方が、みずほさんも言っていましたけれども、7月8日の安倍元首相が亡くなった日、そして7月12日の家族葬の日、この日にいくつかの教育委員会が学校に向けて半旗を徴用せよと、掲揚せよと指示を、通達を出しています。国葬ともなればさらに同調圧力がかかることはいられません。もし弔意を国民に強要しないというならば、一説には37億円もかかると言われているこの国葬費、私が払った税金分だけでも返していただきたい。それは国葬には使わないでいただきたい。国葬に反対する国民の払った税金を国葬に1円たりとも使わないでいただきたい。それができて初めて国民に弔意を強要したいと言えるんではないでしょうか。日本の状況を指して、今の日本は戦後最大級の難局にあると言っていました。てっきり新型コロナウイルス感染症対策、それから生活困窮して苦しんでいる人々の物価高の対策を一生懸命やってくれるんだと思ってしまいました。そうじゃありませんでした。岸田さん、コロナ対策全くしないです。今日本のコロナの感染症患者、世界で一番記録しています。非常に不明瞭な状況です。この日本において医療にかかれない人が続出しています。やっぱりこの第7波も家庭で家族感染、そして一人で医療にかかれずに自宅で苦しんでいる人、そして亡くなっている人、たくさん出ています。それは私たち国民一人一人の命と暮らしを大切にしてくれる、そういった政治ではないということの表れだと思います。しかし岸田さんはそれにもかかわらず、安倍元首相の国葬だけはものすごいスピードで仕事をしています。コロナ対策、物価高対策、何にもしていないくせに安倍元首相の国葬だけはさっさと決めて着々と準備を進めている。そんなに仕事ができる、仕事力があるんだったら新型コロナ対策やってくださいよ、物価高対策やってくださいよ、私たちの命と暮らしを守る政治をさっさとやってくださいよ、国会を開いてくださいよ、臨時国会やってくださいよ、そう思います。国民の声を聞かずに権威に従わせようとするこの全体、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、すみません、中島さんが今日来てくださっているので、ちょっと中島さんお願いします。
皆さんこんにちは。中島と申します。中島由美子です。いいでしょうこれポップで、これは私がマイプラカードです。水玉の中に、国葬反対、私たちは国葬に反対と言うという、そういうメッセージを、この水玉の中に入れています。私は国葬に反対する理由として、皆さんが今まで言ってらっしゃるように、まず法的根拠がない、それから憲法の内心の自由、それから、私たちが考えること、これ本当に、心の自由のを脅かすもの、何しろ黙祷を強制されるということは、安倍晋三っていう人の死に対して弔意を表明することですよね。そういうことはちょっと嫌なんですよ。いや、私あの人嫌いだったから、いや今も嫌いだし、なんかあの人が総理大臣になってからよくいろんなところに出てきて、顔見るたんびにああというのがして、それを私は安倍のストレスと呼んでいました。で、こんな安倍のストレスを、死んでもなお安倍のストレスかよっていうふうに思うと、非常に気持ちが塞ぎます。だからポップなプラカードにしました。で、もう一つ私は国葬に反対する理由があるんです。それは私は安倍の国葬だから反対なんじゃなくて、誰の国葬でも反対です。人が死に優劣をつけたり、この人は国葬、この人はその辺とかっていうのはないんです。誰の命も重いんです。そういうふうに言ってたじゃないですか。自民党でさえ人の命は重いとかなんとかってずっと言ってきてたじゃないですか。そしてそこに、その人の命は平等であるはず、それは日本国憲法の中に入ってると思うんです。ところがどうでしょう、今人の命に、金持ちは金持ちの命は助かるけど、貧乏人は貧乏人の命はどうですか。野垂れ死にしても何にしても知らんぷり、それは自己責任っていうふうに言った、そういう社会的風潮を作ったのがこの安倍晋三です。安倍政治を許さない、私は許さない。本当にコロナの中で多くの人たちが苦しんでいます。私は女性による女性のための相談会という運動をしています。そこに来る女性たちはコロナ禍で、いやそれ以前から本当に辛い思いをして苦しんでいたんです。コロナがそれを暴き出しました。女性の自殺者が増えています。しかも20代の女性がすごく増えてるんですよ。なんで、なんで仕事がない、それから家庭のことだとか将来のことだとか、みんな本当この先が不安になってきて、もう本当にこんな社会でこんなところで暮らしていられない、そういうような思いになっていった、そうだからだと思います。実際に相談にいらっしゃる方たちは皆さんそういう言葉を言います。もう死ぬしかないと思っている、そうやって苦しんでいるんです。そういえば安倍政権になる前、その前の、民主党政権で、菊間さんが少子化大臣、そうだった、その頃にずっと選択的夫婦別姓をやってらしたから、ああいよいよ私も選択的夫婦別姓のもと婚姻するかもしれないなって思いました。でもね、それがね、そう夢で、もしかしてこの先死ぬまでそれが実現できるのかどうかっていうのが、実現しようね、実現しようね、実現しよう、若い人たちみんなね、実現しようでだと思っていた、っていうか言ったんですね。それで目の前にそれはあると思いました。それから同性婚も来ると思ってました。でもね、ずっとね、運動して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 やってきてるのに、もう何十年もやってるのになかなか実現しない。なんでこんなに反対するクソジジイが自民党を中心にして多いのだろうか。
あの女性もそうですね。しかも女性の方がすごいやついるじゃないですか。あの、LGBT は子供がないとできないからどんなことがあのなっていうような人とかね。それからあと外国籍の人たちに関する差別もすごい。なんなんだこいつらと思ってたら、ああもう分かっちゃったわけですよね。旧統一教会とのズブズブ関係、全くあそこの教義が一緒というね、この恐ろしさ。でそういうのをずっとやってきた安倍政権の8年間、それで死んでもなおまだ責任使うのかお前っていうふうな怒りを持っています。ぜひ皆さん一同に、この1ヶ月間の間に国葬を止める、そういう運動を広げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは平さんにいいですか。皆さんこんばんは。お疲れ様です。私は、ユナイテッド航空というコップ会社の客室乗務員していましたが、はい、解雇されて今裁判闘争と労働運動で戦っているものです。本当に、一言皆さんのように長くは喋れません。本当に国葬反対。その理由は何でか今電車の中で一人で考えながら来ました。一言、税金の無駄遣いです。本当に生きていくのが精一杯、そういう方たちで今日本は溢れています。雇用も本当に不安定で、非正規労働者があっという間に増えてしまって、自民党また安倍政権の下で今本当に来年どんな生活をしているかわからない、そんな若者の人たちで溢れています。どの会社かは言えませんけれども、あの電車交通機関の方がおっしゃってました。朝シャッターを開けると若い女性の方がそこで寝ている。毎日毎日そこで寝ている。帰るところがないんですね。本当に20代のそんな一番幸せな時を、そんな生活をしなくちゃいけない人たちあふれている。その人たち、また子どもたちのためにこの税金は使ってもらいたい。当たり前のことです。盛りかけ問題、マスク、本当に今までいろんなことでお金を自由に使ってきました安倍総理。これ以上無駄遣いはさせたくない、それはみんなの声一致しているはずです。もう今まで政治に対して声を上げることがなかった方たちにも、今回は本当にみんなで声を高く上げてもらいたい。そしてこの変な動きを止めていきたいと私は一国民として思っています。皆さん頑張って食い止めましょう。ですけれども、私も話しかけてきましたって言ってませんか。すいませんか。じゃあ、ちょっとお願いします。ちょっとお願いします。はい、東京都江東区から来ました、石川と申します。で私がやっぱり安倍総理の国葬というふうなのを聞いても、一番最初に脳裏に浮かんだのは、2015年の戦争法の可決の時のことを思い出しました。あの時に本当に毎日のようにたくさんの人が国会に駆けつけて、私も毎日のように来ました。その中でも国会で一緒に声を上げた方たちは多いと思いますし、その時のすごい屈辱的な気持ちを今思い出しているかと思います。でそれだけでも国葬に反対するには十分な理由かと思います。で私今日ちょっとミヤフィースさんのプリーズプリーズを見てきたのには理由があるんですけれども、ミヤフィースさん8月の5日に亡くなられて、9日に記事が出た時に、個人の意思により葬儀が行いました。その後特別式とか お別れの会とか行いませんというふうな記事が出たんですね。
して私はコロナ禍でこの葬儀の在り方が最もふさわしいのではないかと思いました。宮城先生の業績というのは本当に世界的な業績で、政治家よりもデザイナーの方が劣っているということはないと思います。ただ宮城先生を国葬にしようという話ではないです。でも私はこの安倍さん、安倍さんが国葬にしてくれって言ったわけではないですけれども、この対比というのになんか私はすごくこうなんていうかな、コロナ禍で海外からたくさん人を呼んで6500人の規模の葬儀をやるということ自体がおかしいんじゃないかというふうに今私は思っています。私江東区なんですけれども、9月4日に私たち江東市民連合は催しでシール投票をやって国葬をみんなで考えようという会を地下金がやろうと思っています。で、国葬反対というふうに銘打たないで国葬をみんなで考えようというふうに銘打とうと思っています。今私は国葬に賛成という普通の人の声をものすごく聞きたい。なぜ国葬に賛成なんですかというふうなことを街頭で話してくれる人がいたらとても嬉しいなというふうに思っています。で、皆さんも各それぞれの住んでるところでスタンディングをぜひやってみましょう。みんなでやりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。その他に話し入ってる人はちょっと私の近くの方にいらしていただけるとありがたいです。で、その前に、いつもお願いしようと思ってたんですではいいですか、市原さんです、ね、お願いいたします。満を持しておじさん、統治会なんかもう死んじゃってますとかね、
いてきて録音をしている。で気持ち悪いなと思ってて、そしたら髪の毛をさ作ってる女性でした。なんか今どき髪の毛作ってる人なんかね、宗教系の人しかいません。で私は安倍さんのことで、あれは統一教会が録音してたんじゃないかって思ったくらい。それで私の危機感はね、本当に、まあ、洗脳されちゃってる人がいる。それでお前はたかだか8万、まあ、数千人なんだけど絶対100人ぐらいいるよねって思って気をつけるんだけど、でもどうしたらいいのかなって。やっぱりそのマインドコントロールが解けていくようななんかができないから甘いのかなと思うんだけど、なんかやっぱりそういうことまで考えて、ぜひねもうこれ負けないように頑張りましょうよ。それで先ほどからたくさんの方が言ってるけど、岸田さんはね、なんか私は最初やっぱりやめましたって言うと思ってたのね。だって憲法違反だもの。ところがついこの間やりますって言いましたね。ただ弔意は強制しませんまで言いました。でこれでどなたかが言ったように岸田さんも覚悟を決めたみたいですね。それで国民に献花お花を捧げさせると。でその数ですよ、その数で自分は乗り切ろうっていう決意を彼はしたんだと思うので、そこのところで戦うのも馬鹿らしいんだけれども、やっぱり私たちの側からおかしいという声を盛り上げてね、なんとかこれからでもやめさせるように。そして国会ではあんまり最大野党も頑張ってないみたいだから、街頭でも全然頑張ってないので、社民党を先頭に27日まで絶対諦めさせるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。それでね、私はこういうねフリーマーケットをしてね、資金を集めて食堂をしてるのよ。それで見てちょうだい、こんな売り場までやってロペーションまでやってんのよ。そうしなかったら、だってフードバンクでお米や調味料がくれても肉や魚や野菜がくれないんだよ。乾いたものしかないんだから、フードバンク。それを買うにはお金がなきゃ食堂をやれないわけだから。どんなにね、最初の方言ったけど、税金ね、子供のために使ってほしい。これ買って。自分の子供がお腹すいたって言ってるのに、そういうことをする親がどこにいますか。
わらず、なぜ自民党は海外にお金をばらまいて日本の国内で貧しくてもう明日に希望を持てない国民に対してなぜそこまで厳しいことをするんですか。皆さんだって会社の中で例えば社長と仲がいいからって仕事のできない人間がどんどん出世していったらおかしいと思わないんですか。おかしいと声を上げることすら今できなくなっている、そんな日本人がいっぱいいるにもかかわらず、どうしてそんな国葬までしなきゃいけないんですか。日本をここまで壊した人たちのためになんでこれ以上の税金を使うのか私にはわからないです。でもそれができなくて生活保護を受けていて、おざるために生活保護のくせにって言われたらもう本当に生きててすみませんとしか言いようがない。こんな国にしたのは誰ですか。少なくとも私の支援者として日本人はもっと投票に行くべきだと思うし、少なくとも日本人からお金をもらっている NHK はきちんと国会準備をするべきだと思います。国民もおかしければ報道もおかしい、だからこそ政治もおかしくなっていると思います。私はもっと日本の人たちが自分の生活だけではなくて、例えば地域のことや世界のことに対してもう少し目を向けるためには生活に余裕が必要だと思っています。生活に余裕がないからもう自分の足元しか見ることができない、そんな日本はどんどんこれから先おかしくなっていくと思います。そうだそうだ、いつ閣議決定で日本は戦争することにしました。どうや男も女も関わりなくさあ戦況に行きましょうって言われて皆さん行くんですか。喜んで行きますって誰が言うんですか。誰かを殺すかもしれない、自分が殺すからされるかもしれない。人はもう少し自分のことを気にするのも大事だけれども、もうちょっと視野を広く持っていくべきだと思います。少なくともフランスのマクロン大統領は国葬してないって言いました。もうここまで来て国葬が本当に強行されるようだったら国葬反対の人は9月27日は派手な服を着てもうそこら中で踊りまくった方がいいと思います。とにかく皆さん少なくとも投票選挙がある時には投票に行きましょうって、まともな政治家を選びましょうって声を上げていきたいと言ってあげてみてほしいと思います。以上です。ありがとうございます。本当にもう奥さんに懐いてばかりましたけれども、ね、皆さんその通りですよね。本当にありがとうございます。こうしたらですね、東京トレイコ、私東京トレイコの女性局長ですけれども、幹事長も女性なんです。一日からお願いします。ただいまご紹介いただきました社民党東京都連合で幹事長を務めさせていただいてます多摩市議会の西京子と申します。まずはじめに今日これ女性局主催の凱旋で女性ばっかり話してるごめんなさい。私こうして見渡して素敵な男性いっぱい来てる、いっぱいお話聞きたいんですが、今日のところは勘弁してください。そしてもう実は私が言うこと残ってないです。もう皆さんが大事なこと全部話してくださいました。でもあえてとにかく言うなら法律違反やっちゃいけないんですよ。もう国の総理大臣、国の総理大臣、彼は安倍さんと同じで勘違いしてるのか知らないけど独裁者じゃないですから、行政のトップであって立法は法律を司るのは国会です。国会がちゃんと法律作ってそれに基づいて彼は粛々とお仕事をする立場ですから、その国会が私たち国民の代表が集まっているんだから、要するに私たち国民をないがしろにして国葬をやろうとしている、これが一番許してはいけないことだと思います。本当にいや安倍さんはねいい人だったよとか僕
私はあの安倍さんのこういうところが良かったと思って、いろんなこと言うけど、まあ、私はそれの100倍に返したいですよ。でもまあそれは置いといて、たとえ安倍さんがどんなに、たとえですよ、仮にどんなに素晴らしい人だったとしても、法律に載ってないことやっちゃいけない、こんな当たり前のこと、私たち無事に返して子供に何て言ったらいいですか。私たちはみんな子供たちにルールを守りなさい、社会の決まりを守りなさい、そういうこと言ってるんじゃないんですか。本当に恥ずかしい国になってしまった。野党のボールヒアリングでこの国葬のことで、まあ、職員の官僚の人たちが引っ張り出されて、まあ、なんか話しづらそうに喋ってました。そもそも国葬って何ですかって聞かれて答えられないんです、官僚は。なぜなら法律がないからです。私はあの森友問題で自殺した赤木さんのことをこのことにしょっちゅう思い出してます。あの人は自分は国民と契約して国民のために働いてるんだ、そのことに誇りを持っていた。だからあれだけ悩んで規制をさせられてしまったことに悩んで自らの命を絶ってしまった。ですけど今の行政は、今の官僚は法律にないことでも閣議決定されたらやる、粛々とやるんです。でも説明できないんです。赤木さんの本当爪の赤でも飲んで煎じて飲んでほしい。でもそれをやらないなら私たちがそのことをやっていかなきゃいけないんです。あなたたちは間違っている。法律にないことをやっていいっていう宣言作ったが、次は何でしょう、税金を上げるんでも戦争行くんでも全部法律なしで決められてしまう、そのことを私たちは良しとしてしまうのかということだと思います。しちゃいけない。今ここにいる皆さんのもっと何倍何十倍何百倍の人たちが国葬おかしいって言っているはずです。ですから今こうして集まってくださった皆さん、皆様の住んでいる地域に戻ったらどんな形でもいいです。大きな声上げられないって人はちょっとやっぱり国葬おかしいんじゃないかな、そんなささやきでもいいんです。一人でも多く声を上げましょう。今日このような試みだけでなく、私たち社民党も、そして社民党以外の皆さんも地域に戻ったらまた声を上げてくださると思います。私は多摩の市議会議員で社民党多摩支部の人間ですが、多摩支部も少なくとも9月に2回、11日と23日はやるって決めました。もっともっと増やしていきたい。声を上げなければ私たちの思いは形になりません。なんか嫌だな、おかしいな、国葬嫌だけど、でも負けたならしょうがない、形にしなければそれは運動にはならない。逆に言えば形にすることで私たちはムーブメントを作ることができる。今までいくつか成功したことありますよね。検察法の改正、あれも止めました。小さなことかもしれないけど大学入試の認可テスト導入、あれもみんなが今話題の人ですね、萩生田さんが身の丈発言して大炎上したんだけど、あれで大学入試の民間テストが止められた。私たちには力があります。そしてそれがね、多分政府が一番みんなに知られたくないことです。私たち国民、私たちの主権者に政治、間違った政治を止める力があること、これを一番彼らは知られたくないと思っています。私たちは私たちの小さな力を集めれば決して負けることはない。だから声を上げましょう。言っても無駄だなんて思わないで
倍晋三さんが過去やったことはちゃんと亡くなったからって言ったらうやむやにしないでちゃんと落としめつけさせましょう。私たちは決して諦めない、頑張りましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。実は今話してもらっている間にやっぱり私も行きたいという方が出てくれたんです。あ、お二人本当にいいですよ。もうそれこそ今日やった甲斐があります。もう参加してくれた人がもう飛び込みで話してくれるのが私が一番それを望んでました。ありがとうございます。そしたらここに来てもらいます。それからですね、もう一つさっきからね、こちらにいらっしゃる方の、どこかを映してもいいかどうかっていうのをいちいち聞いてるわけですね。ではここ、こっち側で聞いてる方の顔は映さないでください。それマナーです。すいません、もし今日聴衆でいらっしゃってる方、そのお顔を映してる方がいたらそれはもうここで消して帰ってください。すいませんけれども、それが女性に対してもね、そこがやっぱりなかなか安心できなくて参加できないっていう人がいるんですよ。今日はそこはもうぜひともよろしくお願いいたします。気持ちよく安心して参加できる、そんな習慣にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。お二人いらっしゃいます。先に声かけてくださったこちらの白いお洋服の方がお顔はどうですか、大丈夫ですか。お顔大丈夫ですね。真ん中に私は中野区に住んでおります。ただの無理なんですけれども、7月の8日に衝撃的な映像が日本中に流れました。それを見て私は同居しております中学1年生の孫がこの人絶対死刑だよねって言ったんです。でどうしてって言ったら、だって偉い人事件を起こしたんだもんって言うんです。でも本当は法の下で平等に厳密に裁かれて何か罪が決まるんですよね。日本は法治国家だから。ところがやっぱ子供たちは偉い人を殺したらすごい罪になると、そういうふうに思ってるんですよ。でましてや国葬なんかしたらもっと子供たちはそれに辛つけられちゃいます。で私は教育上国葬はすごく良くないと思います。で弔意を強要しないと言いますけれども、知らず知らずのうちに子どもたちはこういうふうに人間が平等じゃないんだと、憲法で決められているように平等じゃないんだ、偉い人を殺したら大変なことになると、そういうふうに植え付けられてるんですね。それがますます強化される。そういう意味で国葬は絶対に反対です。私は僕の政党を応援してるとかそんなことはただないんですけれども、すごくその孫の言葉が印象に残っていて、それをまだ若い子どもたちにこの国葬をするということで植え付けてしまう、そういうことがすごく心配なんですね。そのこともあって国葬には絶対に反対です。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にもう党派超えて今日はこの国葬反対、もうこれでもう気持ちを合わせてってことだったので本当にありがとうございます。それでは次の方。とにかく安倍さんがそんなにも迷惑をかけて、国民に迷惑をかけているにもかかわらず国葬をするっていうのもすごく反対ですし、あと自民党政権になって入れ替わりがあってもやっぱり最近命を守るっていうことをすごく軽々しく覚えてならないですね。とにかく私たちは命があっての地球環境もそうだし、やっぱり命を大切にしたいと誰もが思っていると思います。やっぱりそういうことも兼ねて私は国葬に反対です。それからあと
でも、やっぱり国会議員というか、国の肩書きを持っている人には、定量分離であって、しかるべきだと思います。やっぱり定量分離、なんでこれがあって、それに憲法は国民を守るためのものとか、国民が国を改正するものなのに、なぜ憲法を改正しなきゃいけないのか、これも私は強く訴えたいと思います。本当に今後国葬、それから憲法9条もそうですし、すべてにおいて、私は秘密条に反対しています。ありがとうございました。ありがとうございます。もう大丈夫ですか？ですか？もう一人とかいらっしゃいませんか？大丈夫ですか？それでは、じゃあ最後なんか男性特別登場。じゃあこれで、これで、顔なし、顔なしですいません。もう声だけすいません。こういうところ初めてなんでちょっと緊張するんです。国葬絶対反対です。国葬が終わった後何が起こるかっていうと、かなりの憲法改正っていう風になってくるんじゃないかっていうのが、緊急事態条項だけはちょっとまずいかなっていう。憲法自民党案だったら自分で何でも決められたっていう風な感じの法律になってて、例えば確か92条とか人権が消えてたりとか、自分で自民党じゃなくても与党が解散っていうか緊急事態っていうことを決めちゃうと、ずっと緊急事態が続いられるっていう憲法なんですけど、それはちょっと危ないかなっていう感じのことを感じて、それでは何ですか、以上です。ありがとうございます。最後の最後に飛び入れでお話ししていただきました。今日は6時からこの場所をお借りいたしまして、皆様にお伝えさせていただいたら、こんなにもたくさんの方がお集まりいただきました。本当に実はドキドキしてたんです。それで5時前にもここに着いちゃってたという感じなんですが、この国葬反対、ここにも書いてありますけれども、国葬令は1947年に廃止されました。そして国会の議員の議決なき公費支出、これは私たちの税金なんですよ。関係ないんじゃなくて、私たちが納めた税金、それにそれは日本国憲法83条、これの違反なんですね。何も国会の中で話さないで勝手に決めるなですよ。勝手に決めるな。私たちが何も言わなかったら、それこそ思うツボです。こんなところももうツボにされちゃったら、私たちどうなんでしょうね。この先あの時うまくいったからといって何でもかんでも閣議決定、そして押し切られてしまいます。こんなことやっていてはいけません。ダメなものはダメ、おかしいことはおかしい、ちゃんと言っていくことが大事です。他人事じゃない、自分事として皆さんおかしいおかしいってことを言えない方がおかしいですよ。もっとおかしくなってしまいます。おかしいことをおかしいとちゃんと言える国にしていきましょう。そしてこれは法治国家から臨時国家、人が治める国家、どこの国ですか？私たちはそんな国にはなりたくないと思ってますけれども、法が治めるこの国にずっとしていくためにも今が晴れ口です。本当に岐路に立っています。一緒に力を合わせてこの国葬をしっかりとしっかりと廃止にしてまいりましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれでもう解散いたします。今日もう暗くなっておりますので、これでですね、言うの忘れちゃった。今日このプラカードを出しさせていただいております。ぜひすいません、この先もいろいろ活動してまいりますのでお返しください。それからもう一つです。実は私9月14日に福島里穂子さん
あの会場がいた場所に優先ということを聞きたいと思うんですけれども、あのオンラインで、オンラインで続けて配信いたします。あのちょっとね、板橋区に登録がある方でも日本各地の方が、このオンラインで、ご覧になれますので、もうちょっとしたらオープンにして、募集させていただく皆様にお知らせさせていただきますので、どうかどうかあのその時にはご参加ください。そしてとことんとことん、この2人がとことん話すんですから、行動すごいと思いますので、あのよろしくお願いいたします。